笑いあり、涙あり、ナンバー、愛の、メヌー101、舞台裏、ファン必見の衝撃瞬間。こんにちは、皆さん。今回は、NHK の番組、メヌー101、でのナンバー、愛の舞台裏トークに焦点を当て、岸優太、神宮寺優太、平野志洋の心温まる交流に迫ります。3月2日の生放送に登場したナンバー、愛のメンバーたちが、 質問箱に寄せられたゴートにまつわる質問に答えながら、笑いと感動に溢れた瞬間を共有しました。動画は前編と後編に分かれています。前編では、平野紫耀が抱えた質問箱から始まり、神宮寺優太が番組でテレビ初披露されたばかりのナンバー、愛のデビュー曲、ゴートについての質問に答えます。振り付けの難しさについて語り合い、メンバー同士の息の合ったやりとりが垣間見えます。岸士優太が、 全部だよねとコメントすると、メンバーたちは笑顔で意見を交換。振り付けの難しいパッやアニメーションから激しいダンスでの移り変わりについて話します。騎士の補足で、移動もね、という一幕では、メンバーたちの掛け合いが微笑ましいものとなりました。そして、後編では、メンバーのちょっと気になるダンスの癖はという質問に対して、平野耀が回答を迷いつつ、神宮寺優太が、言い癖とかもあるじゃないですかとコメント。 岸優太のダンスの一場面について言及し、それに対する岸の即答にはメンバーたちの結束が感じられます。岸が、紫テルですね。とメンバーで一番振りを覚えるのが早いと絶賛する場面では、平野が、こればっかりはまあ、才能だよねとコメントし、楽しいやりとりが展開されます。最後には、若だから、スポンジの容量が多いのよという紫テルの分析に、メンバーたちは笑顔で答える姿が印象的です。 視聴者たちからは、キシ君が食べこって、W、もはやコントのよう、涙がこぼれそうになるなど、感動と笑いが入れ混じった動画に対する反応が寄せられています。三人の掛け合いや笑いの中には、彼らの絆と努力が詰まっています。キシユタの、お兄ちゃんなんだから、という言葉には、メンバーたちの信頼と絆が感じられ、そのやりとりからは、温かさと一体感が伝わってきます。三人のわちゃわちゃが、 ファンにとっても新たな魅力となり、彼らの努力と絆がより一層感じられる瞬間でした。次回のラジオも楽しみにしている方も多いことでしょう。笑顔で応援し続けましょう。なんか嬉しくて何回も見ちゃいました。三人のわちゃわちゃ前から知ってたつもりだったけど嬉しくて。岸くんにお兄ちゃんって紫輝くん、常にそう思う。天だねって紫輝くんと陣くんのお兄ちゃん、大変だけど、優しくて心の広い岸くん。 よろしくお願いします。すごく忙しいと思うから体調に気をつけてください。明日のラジオ楽しみしてます。笑う準備できてます。めっちゃ笑いました。はじめ、騎士くんに共感してたのに、空気を読んで赤ちゃんになる神宮寺くんさすが。紫輝くんの言い方も、いかにもママっぽくてさすがです。小さい頃言われてきたんだろうなぁと。お兄ちゃんやお姉ちゃんなら誰もが頷く光景ですね。